ご視聴ありがとうございます。2023年3月10日、JR 高松駅に来ております。現在、朝の7時半過ぎです。これから朝ご飯を食べてから、特急に乗って愛媛県入りを目指します。ぜひ、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。こちらは再開発中の高松駅の駅ビルです。2024年3月に開業予定です。なお、高松駅までは前回公開の寝台特急サンライズ瀬戸号でやってきております。よろしければそちらの動画も合わせてご覧ください。それでは電車に乗ります。乗車するのは8時45分発の特急石槌号松山行きです。松山駅からは予讃線の普通列車に乗り換えて、瀬戸内海が間近に見える駅、下灘駅まで行きます。特急石槌号、松山行きの発車です。ここからは車窓からの景色をお楽しみください。Thank you.
号と特急石口3号松山行きをご利用くださいましてありがとうございます。車内は全車禁煙です。客室内およびデッキ、トイレでのタバコはご遠慮ください。車内での携帯電話のご使用はあらかじめマナーモードなどに切り替えていただき、デッキでご使用ください。次は宅間に停まります。下灘方面の列車の乗り換え時間は約25分、余裕があります。JR の松山駅は思ったよりもターミナル駅っぽさがありませんが、現在高架化工事中ですので、完成後はガラリと変わるのかどうかが気になります。
まもなく列車が来ます。それでは下灘駅の絶景を眺めてきます。太陽です。
松山駅に戻ってきました。この後は遅いお昼ご飯を食べてから松山市内を観光しようと思います。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。